で、モブキャストはそのブランド資源の価値最大化っていう中に、そのトムスっていうそのブランド力、まあ、僕たちはその技術と、あとは実績、あとはタチさんっていうこの3つの強みをどうなんか最大化していけるのかなっていった中で、特に自動車用品のトムスっていうブランドでの、事業展開っていうのにはものすごく可能性があるなっていうところを、まあ、最終的なあのビジネスとしての判断っていうところを、まあ、したというのか、終わらせることは、まあ、もちろん社員のためにも、で、まあ、モータースポーツの中にも、まあ、そこそこの名前は築いてきたという自負があるので、これをどういうふうにつないでいこうかということを、まあ、長年考えて、まあ、いろんな方にも相談しながら、そこで出会えたのがモブキャストさんと。横のつながりとかが意外と希薄だったんですね。どちらかというと縦割り の、 その組織形態とか、意外と上はみんな見てる方向は一緒なんだけど、横のつながりがなかったっていうところを、今どんどんこう有機的に横のつながりを作り始めたというか、でき始めたんじゃないかなというところが、僕が認識している今一つの大きな変化かなというふうに捉えています。モブキャストはもう70億人をワクワクさせたいっていうビジョンのもとに設立された会社で、日本のエンターテインメントを、まあ、日本人なので世界中の人たちに伝えていきたいっていう、まあ、このワクワクが何よりも源泉となっている会社なので、どっちにしてもその事業はそういう展開をしていくっていうことと、とは言いながらも、まあ、上場会社であるので、これも定量的に2022年前後に我々と一緒にグループでやっていく会社をたくさん の IPO を目指そうっていうのを定量的な目標にしてるんですね。エンタメ業界って結構こうされてた業界で一番なんかテクノロジーと離れてたところにあったなっていうのがあって、まあ、これってやっぱ世界で見たときにもっとチャンスがあるんじゃないかなと思ってるので、そこを僕たちがそのテクノロジーやお金や人っていうのを巻き込んでいきながら、まあ、トムスの IPO に次ぐいろんなそのエンタメ、日本のエンタメ業界の IPO と、あとその先ほど言ったグローバルニッチで海外にそのエンタメをどうやって提供していくかっていうことを実現して、たくさんの上場会社がグループの中でみんなが楽しそうに鐘を鳴らしてるっていうことが、まあ、やりたいよねっ